すごい力だ。最高に興奮するね。ああ、今からその力で俺をどういたぶってくれるのかな。気持ち悪いわね。どうしよう、今の私ならあいつを倒すことは容易。だけど、この力を発動してる間なら高速移動ができる。つまり先に進むか、目の前の敵を倒して攻略を遅らすか。おー、素晴らしい。まさか俺の糸がこうも無意味に燃え散る。この快感。そう、相手が絶対敵強者の時にしか味わえないひととき。何度やっても無駄よ。核材質変換をしても燃える。あれは相当な熱だね。下手に近づくと持っていかれるね。なら目には目を、炎には炎を。いい加減にして、私はあなたの欲求を満たすためにこの変身をしたわけじゃないの。すげえな、俺が見えなかった。気づいた時には傷口に光が残ってるのに。なあ、俺はどうやって攻撃されたんだ。知らなくていい、ここで消し済みになるんだから。人を殺すのにためらいがない。お前、俺と同じレベルで狂ってやがるな。選ばせてあげるわ。今灰になって消えるか、命乞いをして私の目の前から消えるか。ちょっとお前相手にするには準備不足だったみたいだ。見逃してはくれないかね。なら消え去れ。私はこう見えて待つのは嫌いなんだ。へへ、ありがとうよ。よし、今のうちに遠くまで高速移動を。やっぱり演技か。さて、あれほど殺意を振りまいたんだ。俺の演技には気づかなかったみたいだな。シェフ、糸人形。少しでもヒントが欲しいからな。お前の行き先、教えてもらうぞ。あと、副団長とナンバー5を呼んでおくか。あれくらい、副団長なら楽勝だからな。何？ここ、第二解放が強制的に遮断された上に、前が見えない。オーラをまとってるはずなのに寒い。結果は高速移動中強制的に解除されたため、霊峰山のとある場所で、遭難してしまった。式第二解放を2回、天候を1回、疲労も大きい。前が見えない、どこにいるかもわからない、光が届かない。これが霊峰山。一筋縄ではいかないわね。結果はそう言いつつ、一足先に霊峰山の攻略に入る。まだ結果のいる場所は霊峰山の麓だと知らずに。サソリ様、雲から応援要請の連絡が来ています。なんだ？展開で10億単位クラスの敵が出現したため、早急に対処してほしいとのことです。10億単位、あいつなら問題ないだろ。いえ、今回の展開では3割しか持っていってないみたいです。バカが、だからいつも油断するなと言ってるんだがな。どうしますか？とりあえず俺たちの仕事も依頼主に報告して終わりだ。予定としては問題ない。了解しました。では雲に即向かうと連絡しておきます。ああ、もうそろそろだ、気を抜くなよ。はい。やあ、もう依頼片付けてくれたの。はい、ご中、ユニークバッハ様直々の命令をいただき、ここまでの名誉のことはないと、即指名を果たしてきました。やだなあ、そんなかしこまらなくてもいいのに。あんたがいるだけで建物が震えるほど、狂気に満ちてんだよ。ああ、もう建物の中なんだ、こんなフード外してもいいよね。で、君たちはこれからどうするのかな？ユニークバッハ様。女性だったのですか。フードに変性器をつけてたからね。驚いた、狂気の支配者、ユニークバッハが女性だったなんて。なるほど、お前らも面白いことしてんな。俺も混ざりたいところだが、そこまで暇じゃないし。私は今回は遠慮しておくわね。それじゃあ依頼報告ご苦労である。言ったか。はい、ですがまさかユニーク様が女性だったとは。無理もない、あの方の一人称、喋り方が全く定まっていない、ユニークそのものだ。戦闘力だってそうだ、以前は1億程度だった戦闘力も今回は1兆近く出していた。あの方には基準がない、だからこそ何もわからない、そこが見えない。あの人でSなんですよね、本当、ご中とは恐ろしい人たちです。さて、俺たちも向かおうか、半日あればいけるか。はい、問題ありません。こうして、最悪の敵が二人、展開に向かった。これで幻想郷にいた、毒虫、ナンバー10、か、冥界で魂を食らっていた、毒虫、ナンバー7、知る。副団長、さ
ソリと天界に向かっている毒虫、ナンバー5が、冥界で絶を消し、天界で月下ちゃんに襲いかかってきた男。毒虫、ナンバー4、グモ。そして毒虫の副団長で人気連 P の称号を持つ男。毒虫、副団長、サソリ。こうして天界に5人の毒虫が現れた。それは冥界以上に過酷で残酷な戦場が出来上がりつつあった。もういいの？というかもう修行させてるの。はい、ゆっくりはしてるけど、急いでもいるから。ハードだね。桜花ちゃんはさっき目が覚めたばかりなのに。桜花ちゃんは極度に体力が低いから、今回で10回は気を失ってもらう予定です。低く。とりあえずあと1分で私が4人を追いかける時間になります。本当にお世話になりました。うん、よくわからないけど頑張ってね。あ、そういえばここ最近天界に不審者が現れたって、言うの忘れてたな。まあ、あの人たち結構強そうだからいいか。さあって、時間もありませんし、休憩なんか挟んでる場合じゃないわよ。さあ、戦闘力例の私が、あの子たちを捕まえるのに何分かかりますかね。蹴りの瞬間に筋肉と同時に血脈エネルギーを利用して、と。さすが20分もあったらかなりの距離稼げるよ。そうね、あなたが一番先まで進んでたわ。ダメダメ、そんな自分の力しか使えていない逃げは遅すぎるわよ。もっと自然の力を体とシンクロさせないと。なんで私のところまで来れるの？スピードだけなら月下ねえまでにはいかなくても、音速クラスなら出せるのに。そんな速度、ちゃんと自然の力を利用したらすぐに出せるわよ。もう逃がしませんよ。くそ。掴まれた。知ってますか？人には力が出せない耐性というのがあるんです。そこさえ抑えれば戦闘力差関係なく相手を無力化させることができます。そして、抑えた状態で、こう反撃すれば。ああ、まだまだ、力任せですね、ロカちゃん。おい、待てー。さて、次は確実そわせながら鬼役を交代させましょうか。現時点で標高 1500m、ここから数キロまでは何もない山道、ここからはこの流れを繰り返す。さあ、どんどん追い込みますよー。私はこの時、自分基準で考えていたため、一つ大きな見落としがあった。私は道中にある森屋神社の存在を視野に入れてなかった。天界の境界を守る森屋の神たちの存在を。早くしないとメリアちゃんが追いついてくる。もう10分は経ってるし、この中で狙われるなら私買おうか。なんか背後に気配を感じるわね。まさか。ガオー。なんちゃって。じゃあ、怖いの無理。はや、この方法使えるわね。よし、これ持ったまま追いかけよう。待てー、せっかちゃーん。何持ってきてんのよ、バカじゃないの。いやー、持ってこないでー。ほーら、ほーら、早くしないと捕まっちゃいますよー。いやー。失礼いたしました。熱盛と出てしまいました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。